こんにちは、毎日ご飯のお母さんです。今日は私がこの冬に買ったキッチン用品をご紹介します。最初にこちらのフライパンをご紹介します。ブランドはラパーゼですね。このデザイン見たことある方も結構いらっしゃるかもしれないんですけれども、ラパーゼのこの鉄のフライパンっていうのは3サイズ展開になっていて、その真ん中の20センチというサイズを購入してみました。で、結構こう深型なんですよね。で、私は今までフライパンっていうのは消耗品っていう考え方でコーティングしてあるものを使っていたんですけれども、とちょっと一回鉄のフライパンっていうのをチャレンジしてみようかなと思って買いました。で、鉄のフライパンに今まで手を出さなかった理由としては、焦げやすかったりとかお手入れが難しいんじゃないかと思ってたんですね。ですが、いろいろなサイトで調べてみると、このラパーゼのフライパンっていうのはとても、手入れが簡単そうなんですね。ですので、最初の鉄フライパンとしてチャレンジしてみることにしました。今後このフライパンを使って調理をして、でどのような使い勝手かっていうこともご紹介していきたいと思っています。次はこちらですね。石塚ガラスのセラベイク、耐熱ガラスでできていて、グラタンとかケーキを焼いたりするのに使う商品になっています。今までなんですけれども、いわきパイレックスのこういう耐熱ガラスで、私はよくグラタンとかラザニアとか作ってたんですけど、結構周りにくっついちゃうんですよね。グラタンとかだとチーズが焦げたものがくっつくとなかなか取れなくて大変だったんですね。で、こちらのセラベイクなんですけど、くっつきがないっていうのが評判が良い商品で、うちの編集担当が愛用してまして、とにかくいいよっていうことで、その口コミを信じて購入してみました。で、こちらもですね、レシピでいろいろ使っていこうと思っているので、使い勝手なども紹介していきたいと思っています。次にご紹介するのはこちら、グローバルのすごく刃先の長い牛刀ですね。こちらは海外向けに作られたということで、今年の10月16日に販売が開始されたばかりのものです。今までグローバルの牛刀っていうと、確か刃先が一番長くても21センチだったんですね。これは24センチということで、さらに長くなっています。で、今まで私はよくご紹介もしてたんですけど、こちらのグローバルの万能包丁とちょっと小さいタイプの包丁、この2つを愛用していて、買ってもう3年以上経つんですけれども、とても切れ味も良くて刃こぼれもないし、本当にいい包丁だなと思っていて、ただちょっと私にとっては小ぶりなんですね。かといって今現在出ているグローバルの国内向けの牛刀だと大して刃先の長さが変わらないので、それを買うのはなっていうことでちょっと躊躇してたんですね。そしたらこの新しいサイズのものが出るということで、販売を待って購入しました。切れ味最高です。で、重いんですよ本当に。こうやって見ていただくと分かると思うんですけれども、取っ手のこの長さはほぼ一緒なんですけど、この太さがやはり違ってるんですね、しっかり握れるように。で、まあこちらはイストなので、ドットのところがシルバーなんですけど、こちらはまあ基本がグローバルということでドットは黒いけど、デザイン的にはほぼ一緒ですね。で、ここに返しもついてるっていうことで、で刃先の長さだけで言うとこれだけ差があります。で、なぜ私が大きい包丁が好きかっていう理由なんですけれども、いい包丁ってバランスがいいので、重いからって負担にならないんですね。で、負担にならないのに切れやすいんですよ。このこう食材を切るのにたっぷりの刃先があるので、例えばかぼちゃとか大きいものを切るときにこうやって手を添えてガンって切っても刃がこう行き渡るので切れやすいっていうこともありますし、それから細かい食材をこうやって切るにしても重みがあるので楽なんですよね、切っていくのに。こうあまりお料理に慣れてない方は包丁が重いと難しいんじゃないかとか、大きい包丁は怖いっていうイメージがあると思うんですけれども、包丁って大きいと使い勝手がかえって良かったりするんですね。なので私はこの大きな包丁っていうのがとても好きで、これが発売されるのを楽しみに待っていたっていう感じですね。こちらは実際にかぼちゃを切った時の映像です。こんな感じで硬いものでもしっかりと安定して切ることができます。
次にご紹介するのはこちらの樹脂製のまな板ですね。メーカーはオクソーになります。今までこれと同じデザインで S サイズのものを使ってたんですね。でこれ結構年季が入ってるんですけど、もう10年はいかないけど、まあ 7,8 年は使ってるかなっていう感じなんですね。ですごく使い勝手が良くて、ちょっとしたものを切ったりとかカッティングボードの代わりに使うのに便利で愛用していました。まな板をもう一回ちょっと考えて大きいサイズ買いたいなと思った時に、こちらの L サイズがあるってことを知りまして、で調べたら S ともう中間のサイズの M とこの L サイズと3サイズ展開みたいですね。でこのオクソーの L サイズを購入しました。で何がいいかっていうと、こうやって刃当たりがいいんですね。こういう普通こういう樹脂製のまな板ってこう包丁との刃の当たりがすごくカチカチしたりするんですけど、こちらのオクソーのものに関してはとてもそれがいいっていうこと、それと裏と表があるんですけど、こちらの面もこちらの面もここに小さな突起があって、これがあることによって安定がいいのと、それから少しだけ浮いてるっていうのが使い勝手がいいですね。であと洗う時なんですけど、ざーっとこうスポンジなんかで洗ったりがするだけで汚れが落ちやすいっていうことと、お肉なんかを使った後ですね、漂白剤を使いたい時も、もうピシュ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 ってこう振りかけて置いておくだけですぐきれいになるので、とっても使い勝手がいいので、これも今後ずっと使っていこうと思っています。次にご紹介するのは貝印のセレクト100の中からシリコンスプーンです。で私は今まで、皆様もこれご愛用の方多いんじゃないかと思うんですけど、無印のこのシリコンスプーン大小ですね、愛用して使っていて、こちらはこちらでとても使いやすいんですけれども、どうしてもこのここが丸いっていうことで、こちらのセレクト100はここが角張ってるんですね。これがこう鍋肌にこう密着しやすいっていうことと、それから何かこう軽くこうひっくり返したい時ですね、こうやって入れ込んでひっくり返すことができるということで、新たにこのシリコンスプーンを購入しました。次にご紹介するのは帝人のミクロスターですね。このグレーの方が水切りマットで、白い方が食器やグラスを拭く布巾になっています。一番最初にこの水切りマットの口コミがとても良かったので、とりあえず1枚買ってみました。で使ったところとってもいいんですね。何がいいかっていうと、濡れてもそれが下にこう響かないんですね。でキッチンのステンレスのところにこうやって引いて、洗ったものをどんどん置いていっても、で持ち上げてみると下に水が残ってない状態で、ギュッと絞ってまた置くと、またそのまますぐ使える。あとはとても乾きやすいんですね。手でとりあえずささっと洗って、こうやって絞って、軽くこうやって引っ掛けておくだけで、と少し経つともう乾いてるんですね。でとても使い勝手がいいし、お水がこう滴らないっていうのがすごく気に入って、でもう一枚購入しました。お値段はね結構するんですけど、値段なりの本当の良さがあると思います。で水切りマットがすごく性能が良かったので、もう一つ口コミが良かったこちらのグラス拭きも購入してみました。で実際に今使ってるんですけど、本当に拭き心地がいいです。毛羽立ちが全くないので、洗ったばかりのガラスのコップなんかも拭くと綺麗に水気が拭き取れるのと、拭き跡がつきません。でこちらもやはりそれなりのお値段がするんですけど、もう本当に気に入ってこちらも買い足しました。こちらの水切りマットも食器グラス拭きですね、こちらも本当に使ってみていいと思って、自信を持っておすすめできる商品なので、水切りマットや食器拭きいつも迷ってらっしゃる方にはぜひ一度考えてみたらいかがかなと思いますね。おすすめします。最後にこちらの下村木藩の星猿ですね、星かごっていうのかな、こちらをご紹介します。で最初に私がこれをまず何に使おうかと思ったかっていうと、まずは梅干しですね。私今そんなにたくさん梅干しを作るっていうことがないので、
自分が食べたい分だけ干すっていう時に気軽に干せるものがあったらいいなと思って、これを購入をまず最初に検討してました。あとは干し野菜ですね。干し野菜とか果物をドライフルーツにするのに使いたいなと思っています。で、最初これと同じようなもので無印で出てたんですね。その時に購入を検討してたんですけれども、すぐ売り切れになってしまったっていうことと値段が結構高かったんですね。それでその時即決しないで考えてるっていう状態だったんですけれども、ほぼ同じデザイン、同じ商品の感じで、この下村紀帆さんで結構お手頃で出てたので、今回思い切って購入しました。で、使い方もとっても簡単で、ここにクリップになってるんですね。このクリップのところをこう外してあげて、あと3箇所爪がついてるんですけど、簡単にこう引っ張ってあげるだけで爪が外れます。で、中かごが1枚ついているので、こう2段にして、ここにも並べて、ここにも並べて、これを蓋をしてっていう2段にも使えますし、高さのあるものを干したい場合は中敷きを抜いて、このまままたセットして、ちょっと軽く引っ張ってあげるだけで爪に引っかかるので、でこれでさっきと同じですね。今度は逆にこれをで、これで吊るして簡単に使えるっていうことですね。で、こちらも使っていくと思いますので、使用感や干したものを使ったお料理なんかのレシピも上げていきたいと思いますので、その時はぜひご覧ください。こちらご覧いただいて分かるように、炊飯器なんですけれども、おまけでご紹介したいと思います。実はこれAmazon のブラックフライデーで、すごく安くなってたんですよね。これ実は6800円でした。ちょっと開けてみますね。白米で3合炊きになってます。お釜もこんなに可愛らしいんですよ。今まで私は5合炊きを使ってたんですけれども、一人暮らしなので、実を言うとこの3合サイズがあれば十分だったんですね。ただ何かに使う、例えばいっぱいお赤飯を炊きたいとかいう時には、やはり5合炊きの方がいいと思うので、それはそのまま取っておいて、普段の自分のご飯を炊くのにはこれを使おうと思って購入しました。で、3合炊き自体がちょっと初めてなので、これから使ってみてどうなのか。結構安いですよね。炊飯器としても安い炊飯器で美味しくご飯が炊けるのかどうかっていうのも、レポートしたいと思います。それと炊飯器調理もこれできそうなので、今までは5合炊きで3合炊きだとどうなんですかっていうご質問が来た時にお答えできなかったんですけれども、もしそういう疑問が出た時はこちらも使っていこうと思っています。ということで、今日はたくさんの商品をご紹介しました。商品の種類はたくさんあったんですけれども、包丁やまな板、お鍋や布巾など身近な商品ばかりだったと思うんですね。ですので、今後こうやって使っていってみて、どのような使い勝手だったとかいうことも折に触れてお話しさせていただきたいと思います。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。また見てねー。